サンダウン競馬場、またはサンダウンパーク競馬場はイギリスサリー州イーシャーのサンダウン公園にある競馬場である。19世紀末にヨーロッパ発のパークコースとして誕生した競馬場でサラブレッドの平地競争とナショナル半島競争が行われている。革新的な新しい試みを積極的に採用してきた競馬場でイギリスの競馬ファンからしばしば 最優秀競馬場に選ばれている。大きな競争は夏に行われる平地競争のエクリプスステークス、冬に行われる障害競争のティングルクリ,リックチェイス、トルワースハードルである。サンダウン競馬場はヨーロッパで初めて完全に競馬場、すなわち完全に囲われた競馬観戦専用の有料施設として誕生した。 イギリスをはじめ、従来の競馬は、公共の広大な給料や草原に走路を設定し、観客は、周囲から自由に観戦することができた。観戦用のスタンドもあったが、大抵は予約制の寄品用だった。19世紀は、イギリス各地に、競馬場が乱立した時期で、兄に、財政改善を当て込んだ市長と、小さな視力しか持たない宿屋の経営者などが、 結託して、町外れに、競馬場を作り、あっという間に、競馬場は不正の横行と治安の悪化を招いて、潰れる、ということが、相次いだ。この時期、イギリス国内では数百の競馬場が誕生して、そのほとんどが消えた。これに対して、サンダウン競馬場は、競馬のエキスパートたちによって、周到に計画された事業だった。 創設者のホーファウィリアムは、競馬会社を設立して、ロワー,ーバグショットサンズの土地を購入し、一流馬の出走にふさわしい走路を設計し、フランスの最新の建築を採用して、グランドスタンドを設けた。ホーファの計画で、最も先進的だったのは、競馬場の周囲を3メートルもの高い柵で完全に、囲いい、一般の観客から1、8ポンドの入場料と、 観覧料を徴収したことである。同時にホーファは招待制のメンバー席も設けた。この結果、競馬場はエレガントな環境が保たれることになり、特に上流階級の女性の支持を集めた。この方式が成功したことで、間もなく、近隣に、ケンプトン競馬場や、リングフィールド競馬場が、同じ方式で作られた。サンダウン競馬場が成功すると、 11年目の1886年に、ホーファは新しい大競争を創設した。この競争はクラシック競争として創設され、サ,ンサイバとコバがバレー重量で争うものとしては、シーズン最初の競争で7月初旬に行うように設計された。アメリカではサ,ンサイバとコバが本格的に争うのは秋以降だが、イギリスでは、 この競争の創設以降、一流のサイバと小馬が初夏に対戦するのが通例となった。この競争は、全世紀の名馬にちなんで、エクリプスステークスと命名され、1マイル1、4の距離で、当時のダービーステークス倍以上となる賞金1万ポンドを争った。競馬の賞金が1万ポンドの大台に乗ったのは、 エクリプスステークスが史上初だった。サンダウン競馬場の成功や、追随した、ケンプトン競馬場、リングフィールド競馬場の水準が抜きんでていたことで、他の進行の小競馬場は淘汰された。間もなく、ジョッキークラブは、サンダウン競馬場と同等の走路を備えない、競馬場の新設を認めない方針を打ち出した。 1915年から1918年の間は、第一次世界大戦のため競馬場が農地となり、しばらく閉鎖された。第二次世界大戦期も閉鎖を余儀なくされたが、終戦後再開されると、1947年に BBC を通じて、初めての競馬のテレビ中継を行った。さらに1957年には、イギリスで、 初めて商業スポンサーを迎えてレースを行った。これがウィットブレッドゴールドカップでスポンサーになったのはイギリスのウィットブレッド社である。ウィットブレッドはイギリス最大のホテル事業者であると同時に飲食産業なども手掛ける多国籍企業で1957年以来約45年にわたってこの競争のスポンサーを務めた。 その後はしばしばスポンサーが変わり、現在はベッド三百六十五ゴールドカップとして行われている。九百六十年代には用地問題などをめぐって存続が危ぶまれたが、地元の住民の協力も得て解決した。九百七十年代にはスタンド回収が行われて、しばらく閉鎖され、エクリプスステークスがケンプトンパーク競馬場で、 大体開催されたほか、いくつかの重傷が休止されている。新しい観客席は1974年にオープンし、以来そのスタンドと競馬場は何度か、イギリス年度代表競馬場に選ばれている。スタンドの裏手にはパドックがあり、パドックと走路は、ロードデンドロンオークと呼ばれる通路でつながっていて、 出走馬がここを更新していく様子もサンダウン競馬場の風物詩となっている。サンダウン競馬場走路外略図サンダウン競馬場の周回走路は一周約2645メートルの右回りで長い楕円型をしている。これを約5波論の直線コースが貫いている。サンダウン競馬場では平地競争と障害競争が行われるが、 障害競争は概ね平地競争の走路の外側を走るが一部を平地競争と共有しておりハードル競争ではホームストレッチ側を平地競争と同じ走路を走るスティープルチェイス競争ではホームストレッチの外側を走る周回走路の内側はゴルフ場として利用されているゴール側が丘の上になっており直線コースはゴールまで長い上り坂 周回コースもホームストレッチはほぼずっと上り坂でゴールが勾配のきつい上り坂にある。そのため平坦コースのアメリカと比較して両場上でも走破タイムは著しく時間がかかる。2010年の資料では5波論6ヤードの平均タイムは1分1秒6、1マイル14ヤードで1分43秒、3、1マイル2波論7ヤードで2分10秒5である。 本節では、サンダウン競馬場の平地競争で最大のエクリプスステークスを行う、114マイルのコースに沿って、走路の説明を行う。114マイルというが、正確には1マイル1ハロン209ヤードが、この走路の距離である。この距離では、エクリプスステークスのほかゴードン・リチャーズ・ステークス、サンダウンクラシック・トライアル、 ブリガビアジェラードステークスも行われている。スタート地点は向こう正面にあり、日本風の表現では2コーナー奥のポケット線となる。スタートから第3コーナーまでは途中にわずかな進路変更があるものの、ほぼ直線である。この直線の長さは全部で約5波論あり、ほぼ平坦であるため走りやすい。このバックストレッチの中ほどに1マイルコースの スタート地点の引っ込め線がある。サンダウンマイルやアタランタステークスはこの1マイルコースで行われている。そこから少し行くと7ハロンコースのスタート地点があり、ソラリオステークスに使われている。サンダウン競馬場ではこのバックストレッチをレールウェイフェンスとかレールウェイストレートと呼ぶ。このバックストレッチの北側には、 サウスウェスト鉄道のサウスウェスタン本線が走っていて、小高い位置にある観客席からは向こう正面の直線とフェンスを隔てて線路を走る電車が見える。さらに遠くにはヒースロー空港を発着する飛行機の姿も見ることができ、イギリスでは珍しい都市型の景観を持っているのがサンダウン競馬場の特色となっている。 日本風の表現では3コーナー4コーナーに相当する約160度の急カーブがある。カーブの半径は約100メートルほどであり、日本国内でも最小だったマスダ競馬場と同程度である。コーナーの終端付近が一番低い地点になる。コーナーを曲がりきるとゴールまではおおよそ半マイルの直線でずっと上り坂になっている。 この途中には2マイルのスタート地点があり、ヘンリー2世ステークスで使用されている。ゴール付近には、グランドスタンドが設けられている。ゴールを過ぎてもコースをそのまま周回していくと、上り坂が続き、ゴールを過ぎると90度のカーブがある。カーブを曲がると頂上で、そこから、急な下り勾配の1波論の直線で丘を一気に、駆け下りる。下りきると、 再び90度のカーブで元の周回へと戻る。サンダウン競馬場では平地競争と障害競争の両方を行っている。グランドミリタリー開催は3月の開催で伝統的な障害戦がいくつも行われる。歴史が長いのはインペリアルカップ障害で1907年に創設され、かつてはサンダウン競馬場の代表的な競争の一つだった。 その他の名物競争は、グランドミリタリーゴールドカップで、これは、イギリス軍と、ナトー軍の軍人だけが出場できる障害競争で、エリザベスを大号お気に入りの競争の一つだった。19世紀の終わりに、イギリス陸軍機兵隊のデビッド・キャンベル中尉が、この開催で活躍し、グランドナショナルも制したことが記録に残されている。 ベッド365ウィークエンドは4月に2日間の日程で行われる。障害競争にとってはシーズン最後の開催であり、ベッド365ジャンプファイナルと銘打ち、それを締めくくる重賞として、ベッド365ゴールドカップが行われる。前述のように、この競争はかつてウィットブレッドゴールドカップといい、イギリスで初めてスポンサーをつけて、 高額賞金を出した名物競争だった。45年にわたってウィットブレッド社がスポンサーを務めていた頃は、イギリスでも有数の障害競争として有名で、かつての優勝馬にはデザートオーキッドやアークル、ミルハウスといった歴史的名馬が名を連ねているが、同社が撤退した後は権威を落とした。ベッド365ウィークエンド開催は、平地競争としては、 シーズン開幕の開催でイギリスダービーの前哨戦の一つクラシックトライアルなどが行われる一つの開催で障害戦と平地戦の両方が楽しめるというのがこの開催の特徴となっている開催のスポンサーはベット365というイギリスの賭博会社でその名前が関された2日間の開催である開催中の主な競争は以下の通り コーラルエクリプスサマー開催は7月に2日間の日程で行われる。社交界の上流者が着飾って集まることでも知られる。サンダウン競馬場の開催の中では最大の開催で3歳の一流馬がコバの一流馬と初めて対戦するエクリプスステークスが行われる。開催のスポンサーはガラコーラルグループという賭博会社である。 ティングルクリーククリスマスフェスティバルは12月に2日間の日程で行われる。イギリスの2マイルの障害競争の中で最大の競争であるティングルクリークチェイスが行われる開催である。この競争は1970年代に活躍したティングルクリークという障害競争の名馬に由来していて、同馬は2マイル戦で2回レコード勝ちをしたことからこの競争がある。 この開催では単に競馬だけでなく、家族連れが楽しめるような、様々な催し物が行われる。平地障害。一般的な競馬の知識を持つ読者は困惑するかも、しれないが、日本では普通、クラシックというと3歳三観戦を意味するが、イギリスの文献では、バレエ重量の大レースをクラシック競争と表現する文献が少なくない。 ただしクラシックレースやクラシックスと大文字で書くと、大抵は日本と同じようにギニー、ダービー、オークス、セントレジャーを意味する。最終階級は大将。ありがとうございます。